チャオあっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯は三重亀山ラーメン牛骨味噌味を食べたいと思います。はい。この前ね、スーパーで、見つけたんですね。で、三重亀山ってあっちゃんよね、鈴鹿サーキット行ったりするのに降りるインターやったりね、通ったりをするからね、おなじみなところなんで、ね、もう亀山って言ったらもう子供の頃からよう通るところなんでね、はい。でも亀山ラーメンなんて知らんかったのね、はい。で亀山ラーメンがね、なんていうの、スーパーで見つけて、うわ亀山やと思って買ってしまいました、はい。あんまり味噌ラーメンとか食べへんねんけどね、まあ、どうでもいいんだけど、なんかね、世界を目指せ亀山ラーメン会監修って書いてあるから、なんかね亀山ラーメンを一生懸命こうメジャーにしようと思って始まったかもわかんないです。最近かもわかんないですね、はい。でね、なんか三重県と三洋食品三重フードイノベーション商品って書いてあるんで、なんか一生懸命三重県とかもこう力入れてるんだと思います、はい。でなんかね、ノンフライ麺のところに三重県産小麦西の香り使用麺使用小麦中 10% って1割だけその三重県の西の香りが使用されてるみたいなんです、はい。で、亀山ラーメンなんか2016年主要国会議伊勢志摩サミット開催記念とかね、亀山市赤塾とかいろいろ書いたんだけどね、なんのこっちゃらよう分からへんねんけど、情報詰め込みすぎですって感じでね。でもこう写真見てたら美味しそうなんね、はい。でね、亀山ラーメンってどんなのかなと思う、ちょっとググってみますね、はい。ちょっとグダグダでごめんね、なっちゃん。いつもね、あれないね、台本とかなしで思いつきでやるのね、はい。だから今日もお昼何しようかなってこうなら何ぼかある中で、今日はもう今日これ今日は亀山みたいな、ね、そんな感じで選んでるからね、はい。ということで、あ、ページが出ました、はい。亀山ラーメンって世界を目指せ亀山ラーメン会、亀山ラーメンの店がいい、それを全部三重県なんです。亀山ラーメン3つのコンセプト、亀山ラーメン界のオリジナルブレンド味噌をベースにした牛骨味噌ラーメンであること、はい。亀山の牛骨味噌ラーメンっていうことね、これが一つで、麺は三重県産小麦西の香りを原料にしたものであること、はい。なんか西の香り 10% 原料に間違いないです、はい。と具材に三重県産きのこ3種、花びらだけ、畑しめじ、平竹を用いることっていうことで、そんなのが入ってるのかな。お、かやく、キャベツ、チャーシュー、味付け平竹、もやし、ネギ、ひとえぐさ、かっこ三重県産、あれなんか味付け平竹って書いてあるけど、花びら竹、畑しめじって書いてないよ、あれこれは亀山ラーメンじゃないんじゃないのってちょっと思いましたけど、はい。まあね、ここが監修しての亀山ラーメン会が監修してんねから、まあ、間違いないんでしょうね、こう歌ってんのね。で、お店マップの中にいろんなラーメン屋さん10種類ぐらい書いてあって、10店舗ぐらい書いてあってね、その中にハイウェイオアシス亀山のところのフードコートとか、道の駅の赤塾とか、名阪赤ドライブインのレストランとかね、書いてあるからね、一回また三重県の方行くとき、機会があったら食べてみたいなと思います、はい。まあその前にね、このカップラーメンの方どんな味なんか、ちょっと待って、どんな味なんか食べてみたいと思います、はい。あちゃんもね、奈良県からね、鈴ヶ崎とよう行くから、もう子供の頃から亀山ってすごいもう馴染みやしね、で三重県ってね、お隣の県やから、もうすごいね、もうお前も身内同然じゃないけども、はい、まあ、お隣県でおなじみな県やしね、はい。でもね、あちゃん住んでる宇田市からやったら車ちょっと走らせたら三重県の名張市に行くからね、ほんま三重県ってそこなんね、はい。でね、鈴鹿サーキットはよう行くし、長島スパランドも遊びに行くしね、あこも確か三重県よね、はい。でお正月とかはね、要は伊勢の方、伊勢志摩とか鳥羽とかね、あっちの方泊まりとか行ってたんでね、最近ちょっと行かへんけどね、はい。ちょっとお湯が沸いたんで、作りたいと思います。
言う前にさっき、そうかな、これな。はい、火薬。なんかいっぱい野菜、お野菜とかね、乾燥の、キノコ類が入ってます。はい。では、火薬を入れて、ふりかけと、必ず麺をほぐして、では、お湯を入れたいと思います。お湯を、線まで、あちちちちちちち、線まで入れて、足にこぼしちゃった。はい、ケッカちゃん、ケッカちゃん。ヘイシリ。ヘイシリ。あれ？ヘイシリ。ヘイシリ。タイマー4分。はい、タイマー4分にセットします。はい、5分やからね、もうグダ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 、なかなかね、シリも出てくれへんからね。はい、4分です。はい、でよくってね、これ後入れ液体スープ、必ず麺をほぐした後に入れてくださいって書いてあるね。まあちょっと上に温めときます。ふりかけ、お召し上がりの直前に入れてくださいって書いてあるんでね。はい、これも置いておきます。はい、はい、っていうことで、まあ、さっきの話の続きやけどね、まーちゃんどこからね、車でちょっと走ったらね、なんぼ3、40分走ったらもう三重県、ね、名張市行くんやけどね、名張市がまた、名張市のスーパーが面白いの。ちょうど中間地点、日本の中間地点っていうかな、になるからね、どん兵衛のダブル、ウエストとイースト、西味、東味、両方売ってるんね。うん、でね、時々ね、東味買いに行ったりします。はい、とかね、こっちで見かけへんもん、たまに。やっぱりね、三重県って東海地方になるのよね。最近なんか近畿地方の地図になんか入れられてたりしたりね。なんか、あ、そう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 、子供の今中学校の子供のね、地図見てたら、今まで日本って北海道と東北と、北陸と関東と、中部と近畿 と、中国と四国と九州って地方分かれてたやない。あれがね、5つになってんの、びっくりした。何だっけ、北海道でしょ、で東北でしょ、で関東でしょ、で何だっけ、あ、5つじゃないわ、もうちょっとあった。なんかね、中部と北陸が1つになってんので、中国四国が1つの国になってんの、えみたいな。だから、え、九州、中国四国で、近畿、中部、北陸、関東、東北、北海道、あ、7つになってんの。なんでか知らんけど、北海道は北海道で、東北は東北のまんま、関東は関東のまんまやけど、中部と北陸が一つで、何やったっけな、なんか名前変わってたと思う。もう、わけわからんわ、思って。いつからなったんか、ゆとりんの時からなったんかわからへんけどもね、びっくりしました、それは。はい。またね、いらん話してるから、あっちゃんの動画長なんねって言われるけどもね、動画長かったらみんな飛ばして 見られるとは思うんだけども、はい、ごめんなさい、長いくだらない動画ばっかりしてまして、はい。食レポにいらん話しゃんでええねって言われるかもわからへんけどね、ついついね、こう、ラーメン町ならいらん話してしまうんですね。いらん話しゃんと飛ばせよって思われるかもわからへんけど、ついついおしゃべりなんでごめんね、はい。いらん人は、飛ばしてください、はい。はい、ごめんなさいね。はい、もうね、最近ちょっと自由でね、テレビつけっぱなしでテレビ見ながら昼の後ろに温泉入ってたりもするけどね、ほんまごめんね、はい。でもね、テレビのこういうね、ワイドショーみたいなんで、またネタがネタ仕入れたりしてるんで、はい、はい、あっちゃん自由です、はい、自由だけが取り柄です、はい。そのどうでもいいや、そんなこと言ったらね、多分ね、もうあと11秒です。はい、タイマーがどっか行っちゃった。はい、タイマーが
なりました。なんか声がちっちゃくなって、子供触ってから音声ちっちゃくなって戻してないんですね。はい、そんなんどうでもいいからね。はい、食べます。あ、なんか亀山ラーメンのうんちくがここに書いてます。後で読みますね。ね、麺をほぐしてから、ほぐしてから、うん、ほぐしてから、これを後入れスープを入れてくれって書いてあるんでね、入れます。硬い、はい、うん、なんか赤い油が入った味噌やね。あー、味噌の匂いがします。はい、ちょっとね、いつもと座り位置が違うんでね、ゴミ箱が遠いんです。ふりかけ、なんだこれ、ほんまにふりかけ、青のり、斬新。ラーメンに青のり、はい、うん、青のりの香りで、ね、こんな感じです。はい、こんな感じに出来上がりました。味噌ラーメンっぽい感じですね。はい、では食べたいと思います。髪の毛縛っとかんとね。はい、ではいただきます、ね、まず香りは、うん、ちょっとね、赤味噌系かな、なんかの味噌味、味噌の香り。スープからいきます。おいしい。なんかね、マイルド、バターみたいな、バター入ってるか知らんよ、どこにもバターとか入ってへんから、味噌バターとか入ってなかったからだけど、うん、多分牛脂かな。バターみたいにすっごくこう、なんていう、濃厚なマイルドなスープ、なんか具が入ってくる、純粋にスープが飲みたい。うん、あのね、味噌に尖りがない、うん、マイルドで美味しいよ、うん、では麺を食べたいと思います。なんとか西の光やったっけ、うん、はい、こだわりの、嘘ついたあかんからちょっと待ってね。西の香りでした。はい、なんとかの光って米、お米みたいね。はい、西の香りの、麺を食べたいと思います。うん、麺がツルツルでコシがあって、まあ、4分やったからかも分からへんけど、美味しい美味しい。麺だけちょっと純粋に食べてみよう。うん、すんごいもちもち。カップ麺すごいよね最近。カップ麺の麺が、今まであのしょっぽごめんしょぼい味しイメージしかないからね、うん、なんかカップ麺嫌いやったのよ正直言って。でも麺がまずいっていうのがあったりね、あのスープがなんかもうあの化学調味料臭いとかね、だけど美味しい。麺がすごい、やっぱ麺が美味しいカップ麺ってすごいよね。この前のなんだっけ、この前の何やった、横綱やったっけ、奈良ちゃうわ、天理ラーメンだっけ、なんか食べた時も麺すごい美味しいって言ってたやん。うん、見返してね、あの前の動画ね、あっちゃんも忘れちゃったから。あれとかね、昨日のあのほら、焼きそば、風月の焼きそば、ソースはもう全然普通やったけど、麺が、うん、太麺で美味しかった、もちもちでね、うん、麺が美味しくなってるよ今のカップ麺。おいしい。うん、まあ、なんだっけ、ひらたけ、しめじっぽいけどな。
これしめじやん。うん、しめじの味です。もやし、もやしも歯ごたえあっておいしい。ちっちゃいちびちびってしか入ってないけど、うん、お野菜がおいしいです。はい、ね、麺がおいしいよ。あんまり口が大きくないからね、ぎょうさん食べられへんでね。あ、入れすぎちゃった。あっちゃん花びらだけ大好きやねんけど、うん、入ってない。ひらたけって書いてあったのか、なんだっけ、味付けひらたけって書いてあるけど、ひとえぐさってなんだ。ひとえぐさどうでもいいけど、あのひらたけ食べたいんだけど、ひらたけが見つからない。これか、違う、これキャベツやんな。ひらたけ入ってないよ。はい、これダメ、本物食べたくなってきた。まあね、あとでチャーシュー、チャーシュー食べます。微妙、まずくはないし、あの普通のカップラーメンのお肉みたいにしょぼいな味じゃなく、まあまあまあハム系な味やけど、なんかね、チャーシューじゃない。でもね、パッケージに嘘はないの。パッケージに載ってるのもしょぼいのが載ってるの。はい、ね、で、うん、うん、でなんかキノコだけ乗ってるか、ヒラタケとか乗ってないから、もうこのパッケージ嘘じゃないね。はい、要はね、あの古代広告みたいなパッケージはあるけど、でね、どっかの、あー画像が載ってる。あのね、亀山、もし気になる人は亀山ラーメンでググってみてください。あの一番最初に出てくるからね。なんかね、全店舗違う感じがするけどね、美味しそうなチャーシューとか煮卵乗ってるやつもあるしね。これは食べに行きたい。はい、じゃあね、あのサービスエリアのフードコートやったら子供ちゃん違うもん食べられるもんね。はい、なんかね、白熊ラーメンとか中華、あ、中国なんとか白川とか書いてあるけど、うん、そう、定休日日曜日のお昼とか書いてある。なんで日曜日休んでんね。うん、店も美味しいな。あのね、味噌味、味噌ラーメンほど味噌味噌してないの。うん、あの、うん、まあ、赤味噌系かな、赤味噌っていうか、うん、うん、美味しいよ。はい、ただね、キノコが物足り、あ、これヒラタケ、あ、おいしい、ヒラタケ入ってた。花びらだけが入ってません。これ亀山ラーメンじゃありません。はい、あのいいんかな、亀山ラーメン監修してんのにね、こんなんね、うん、まあそんなどうでもいいけど、はい、おいしければ、おいしければそれでよしです。はい、これいくらやったかな、200円ぐらいだったと思うけど、うん、スーパーでね、うん、美味しいです。200円やったら、うん、いいです。はい、200円出してがっかりしたラーメンもあるもんね。はい、一回本物食べたいな、マジでね。あ、そういうね、裏のこういうのどこなんか書いてます。はい、亀山ラーメンとは三重県亀山市で誕生したご当地ラーメン。全国でも珍しい牛骨をベースにオリジナルブレンドの味噌を用いた牛骨スープが特徴です。ね、目指せ亀山ラーメン会の広報担当のね、なんていう人、これ魚卓さんっていう人で、あともう一つがね、関宿とは三重県亀山市にある東海道47番目の宿宿場町で、江戸時代から明治時代にかけて建てられた古い町
町屋200軒ぐらい余りが残っており、なんだこれ、当時の姿を色濃く残してます。世界を目指せ亀山会の特別サポーター斉藤康、伊勢安土桃山文化村の役者さんがね、なんかこんなことコメントしてます。はい、職場もね、東海道47番、なんかね、伊勢行く宿場町っていうことでね、あっちゃんの住んでる宇田市もね、宿場町なんですよ。はい、で、あっちゃん住んでるね、大宇田はね、江戸からの町並みで、その宿場町がね、1キロちょい、まあね、歯抜けになってるけどね、ところどころね、残ってるって言ってね、その1キロ以上残ってるのって、なんか大宇田が一番長いらしい、なんか珍しいらしいね。で、観光客はよく来ますけども、あっちゃん小さい頃からそこで遊んでるから、珍しさもなんもないんで、何がいいのかわからないんですけどもね。はい、またよかったら、大宇田の方にも遊びに来てください。はい、まあ、そんなのどうでもいいですね。早く食べやるとね、伸びてまうんでね、ラーメンね。うだうだ喋ってるけど、まだコシがあります。はい、美味しいです。うん、コシがね、なくなっちゃったり伸びちゃったりすると、ラッチャーラーメンもうダメなんで、うん、まあ、早く食べてしまわなきゃね、美味しいです。ぐだぐだ喋りながらでも伸びないんで。うん、何だったっけ、また忘れた。なんとか、西の香りっていう小麦を原料にして、これ 10% って書いてあるけど、100% 使ってんのかな、お店のラーメンは。よくわからへんけどね。これが、小麦の香りして美味しいんかな。そっちの麺食べてみたいなって思いますね。はい。なんか行きたいところがいっぱいできたから、お出かけ動画のネタがいっぱい増えました。はい。ラーメン食べ歩き動画作りたいな。はい。そろそろ完食です。はい、完食しました。スープはね、いつものことながら飲めないんで残しちゃいます。はい、ということで今日は三重亀山ラーメン牛骨味噌味を食べてみました。札幌一番です。はい、味噌がなんかね、バター、牛骨牛脂がね、バターみたいに濃厚で、うん、味噌が尖ってないっていうのかな、うん、味噌がその なんていうのどう表現したいんだけど、味噌の尖りがないマイルドな美味しいスープに、西の光やね、もう何回言っても覚えられへん、もう、うん、西の香り、はい、の小麦系の麺らしい麺。はい、あんまりね、小麦感感じなかったけども、うん、まあ美味しかったですよ、麺は。うん、ツルツルでコシがあって、はい、なかなかカップラーメンでここまで再現したらすごいよねって思うぐらい麺も美味しいでした。はい、で、平茸とか、なんだ、しめじ、なんとかしめじ、うん、がなかなか美味しい。キノコの味が出ておりもうちょっと入ってたら嬉しいしねって思う。ただ200円のカップラーメンにそこまでは求めてダメなのかもわからないし、花びらだけが入ってなかったのがちょっとがっかりしました。はい、で、点数なんだけども、だから平茸が入ってないのとキノコが少ないのとで、少し減点で78点です。はい、ということで、もしよかったら、ほんまじ美味しいんで、どこかで見かけたら三重亀山ラーメン食べてみてください。はい、あ、じゃあ三重県からも、札幌市場さんからも何ももらってませんけども、世界を目指せ亀山ラーメン、うん、世界目指してほしいしメジャーになってほしいんで、頑張ってもらいたいんで、ぜひ、三重亀山ラーメン名前だけでも覚えてください。で、三重に来た時はぜひ食べてみてください。はい、で、カップラーメンよかったら食べてみてください。はい、あっちゃんも食べに行きたいと思います。では、またね、バイバイ。